目が覚めればいつも変わらない景色の中にいて、大切なことさえ今お聴きいただいたのは、優しさであふれるようにという曲です。あなたにとって大切な人は誰ですか？家族、恋人、友人、あなたの大切な人の周りが優しさであふれるように、そんな気持ちを込めて歌いました。夜空に壮大に構えるオリオンのように、あなたの大切な人を思う気持ちをふと照らすことができたら幸いです。続いてお送りする曲は、確かなことという曲です。幸せとは特別なことではなく、当たり前の日常にこそありふれているものです。慌ただしく過ぎゆく日々の中で、小さな幸せを与えてくれる人に向けた歌となっています。穏やかな風に吹かれて、あなたの大切な人に届きますように。
雨上がりの空を見ていた、通り過ぎてゆく人の中、悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないだろう。時を超えて君を愛せるか、本当きっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で、同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。君にまだ言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った、愛しているということ。君は空を見てるか、風の音を聞いてるか、二度とここへは戻れない、でもそれを悲しいと決して思わないで。人にはそれぞれ思い描く未来があります。しかし時の流れは残酷で、その未来を見届けることができない人もいます。最後にお送りする曲は、大切な人が生きる未来に自分はいないかもしれない、それでもその人の幸せを願い続ける、そんなメッセージが込められた曲です。それでは聴いてください。花水木。君5月のこと、どうか
100年続きますように。